住宅ローンアナリストもげさわことモゲチェック塩澤です。本日のテーマはこちら、2023年6月最新版住宅ローン金利ランキング、イエイ。ということでですね、毎回恒例の金利ランキング、こちらにですね参りたいなと思います。その前にですね、住宅ローン金利の概況、これについてお伝えしたいと思います。こちらにある通りですね、まあ市場金利ですけれども、固定金利がちょっとこう下落傾向にあります。赤が10年固定で、緑がフラット35ですけれども、ちょっとややこう頭打ち感があるかなと。一方ですね、変動金利、これはですねもうずっとこう下がり続けているという、まあそういった状況ですね。アメリカのですね景気後退懸念がありまして、でそれでですね、まあ金利がちょっとこう下がっているという状況が続いておりました。ですので、まあそれを受けて日本の長期金利も下がって、それに連動する形で固定金利にも下がるという、まあ、こういった傾向ですね。なので、まあ、おそらくアメリカもですね、またもう一段階利上げするとかっていう話も出てますけれども、多少ですねそれに連動して日本住宅ローンの固定金利上がるかもしれませんけれども、長期で見るとおそらくこの1年っていうのは固定金利ですね下がっていくというふうに、まあ、考えていいかなと思います。固定金利が下がってるとはいえですね、依然として変動と固定の金利差は非常にこう開いている状況でして、まあ、こちらにある通りですね 1.37% と、でこれは年間で言いますと27万円、35年間の総返済額で言いますと942万円となりますので、こういったところを踏まえるとですね、やっぱり固定の割高感というところは否めないかなと思います。では、本日の流れですけれども、1つ目が借り換えの変動で、2つ目が新規借り入れの固定、続いて新規借り入れの変動で、最後ですね銀行の新しい動き、これについてお伝えしたいなと思います。ではトピックの1つ目ですね、借り換えの変動金利ランキング、こちらに参りたいと思います。第3位、住信 SBI ネット銀行 0.299% です。まあこれもですね引き続き安いですよね。まあ住信さん3月に上場されて、4月から非常にこう安い金利を出されておりますので、借り換えもですね非常にいい商品出されているかなと思います。そして第2位、 SBI 新生銀行 0.29% です。 SBI 新生銀行さんですけれども、現在金利引き下げキャンペーンをやっておりまして、非常にこう安い金利になっております。 SBI 新生銀行さん、結構審査が柔軟っていうところも特徴ですので、この商品はですねご検討していただいても全然いいかなと思います。まあ借り換えですと大体 0.8% とか、場合によっては 0.7% ぐらいでもメリットが出る可能性がありますので、よろしければこれを機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。そして第1位、 au 自分銀行 0.219% です。というところで、もう本当にもうずっとこう、まあ、絶対王者の au 自分銀行というところで、まあ、非常にこう安い金利を出されております。もうこれはもう大注目ですね。続きまして、新規借り入れの固定金利ランキングに参りたいと思います。10年固定はこちら、全期間固定はこちらとなっております。まあ、全期間固定ですけれども、相変わらずりそな銀行さんが頑張ってますね。 1.275% と非常にこう安い金利かなと思います。続きまして、新規借り入れの変動金利ランキング、こちらに参りたいと思います。第3位と第2位はですね、同じ、まあ、銀行グループといいますか、同じ金利なのでまとめて発表したいと思います。第2位、第3位はこちら、 SBI マネープラザ住信 SBI ネット銀行 0.32% です。いわゆるスゴ男信ってやつですよね。男信が充実している商品ですけれども、ウェブ申し込みであれば住信さん、店舗でのご相談であれば SBI マネープラザで申し込みができます。こちらもですね非常にいい商品かなと思います。そして1位、 au 自分銀行 0.219% です。もう絶対王者自分銀行ですね。1位の座は譲らないというところの強い意志を感じられます。でこの自分銀行さんですけれども、後ほどちょっとご説明しますが、この6月1日から男信、これがですねさらにこうバージョンアップしております。非常にですね優れた商品となっておりますので、本当にこれも大注目ですね。まずこちらの商品をご検討いただくといいかなと思います。続きまして、金利と男信両方でお得な住宅ローン、こちらのですね実質金利ランキング発表したいと思います。第2位と第3位ですね、まあ、同じ金利銀行グループなのでまとめて発表します。第2位、第3位、 SBI マネープラザ住信 SBI ネット銀行 0.32% です。実質金利でも SBI グループの商品が第2位第3位を占めるということとなっております。そして第1位、 au 自分銀行 0.219% です。なので本当にもう安いですよね。男信さらに良くなってますので、この1位の座がもう揺るぎないものとなっております。他の動画でも詳細を解説しますが、具体的にですねどこがどう変わってるかというところをまとめた表が、こちらとなっておりまして、従来であればですね無料でがん 50% 保証に全疾病保証、これがついてたんですけれども、この6月1日以降ですね商品改定されて、7月1日以降に融資実行される方が対象になるんですけれども、がん 50% 保証に加えて全疾病保証、そして4疾病保証ですね、これが新たについてます。4疾病の 50% 保証というものなんですけれども、急性心筋梗塞、脳卒中、肝疾患、腎疾患ですね、こういったものに症状にかかってですね所定の状態になると住宅ローンが半分チャラになるという、そういった優れた保険がついております。ですので銀行さんの商品競争っていうのが、金利以外のですね男子などの付帯サービスの競争になりつつあるなっていうのをやっぱり実感しますね。はい。
でもう一つトピックがあるんですけども、こちらですね、日経新聞さんにも取り上げていただいたんですけれども、実はですね、モゲチェック平星銀行と連携してスタートアップの役員および社員向けの特別商品、これを開発しました。スタートアップの方、私もそうなんですけれども、結構やっぱり住宅ローンって借りづらいんですよ。例えば赤字企業で年収が低かったり勤続年数が短かったりしますから、従来の住宅ローン審査の基準から外れちゃうんですよね。一方でスタートアップで活躍されている方っていうのは、もともとですね、大企業とかでハイパフォーマンスをですね上げられている方が多かったりしますので、年収を稼ぐ力ってあったりするんですよ。なのでそういったそのギャップがあるなっていうところをですね、ちょっと私自身前から固い意識がありまして、この度ですねこういった商品を開発しております。気になる方はですね、モゲレコこちらからですねお申し込みいただけますので、よろしければこのスタートアップ向け商品もですね申し込んでいただければと思います。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですねコメントにいただけると嬉しいです。ぜひモゲチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモゲチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モゲチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモゲチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。